ここそんな有名な病院なんだ。僕たち心霊マニアの間じゃね、とにかく身も凍りつくような話だ。もう帰ろうよ。幽霊なんていないって言ったのは君だろ。今夜ここで視力をつけよう。どうせいないって。今から20年前この病院で医療ミスが起きて、まだ遊びたい盛りの小さな男の子だった。その子はけん玉が大好きで、病気が治ったらけん玉の大会に出るのが夢だ。それで不思議なことに、その子が亡くなった後もその子の病室から元気な笑い声が聞こえてくる。まさかその病室は305号室さ。嘘だろ、この流れで出ないとかある？え、なにこいつ、幽霊出ないことに驚いて凍りついてんじゃん。もう結果出たよ、幽霊出なかった。いや、探しても無駄だから。マジで、マジで、だって俺あんなに煽ってたのに。やっべー、めちゃくちゃ恥ずかしいな。やべえ、やっぱ幽霊なんていないんだな。あ、見ろよ。いやいや、怖くて見れないから。いやいや、幽霊いないから。いや違う違う、いないことが怖いの。珍しいな、普通いると怖いんだけどな。 いなかった瞬間ね、うん、ゾッとした。普通いるとゾッとするんだけどな。やべえな、俺すげえカッコつけちゃったよ。カッコつけちゃった。今夜ここで白黒つけようじゃないか。白黒ついたな。ついたー。おお、もう帰るわ。ちょっと待って。ない、もう一回入り口からやり直していい？え、もう一回やんの？俺次はもっとうまく空気作りするから。空気作り？なんかこう幽霊も雰囲気あったら出てきやすいと思う。いやいやいや、もう帰ろうよ。今から20年何勝手始めてんの？やんのな？まだ遊びたい盛りに行くから。ない、気づいた。空気作り勝手始めてんじゃん。何してんの？その子はけん玉が大好きで。ああ、大根の何気づいた。病気が治る。どういう状況？空気作りってこういうこと？でも不思議なことに、その子が亡くなった後もその子の病室から元気な笑い声が聞こえてくるんだってさ。俺お幽霊じゃなくてお前が怖いよ。その病室の305号室さん。さあ出るかな。ああ。